こういう山。ナイス。それでは早速ゲストのこの方々ご紹介いたしましょう。ソードアートオンラインキリト役松岡義嗣さん、シリカ役日高里奈さんです。よろしくお願いいたします。では改めてお一人ずつ自己紹介をまずは松岡さんからいただきましょう、うん、キリト役の松岡義嗣です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そんなお顔もできるんですね。はい。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、さあでは日高さんお願いいたします。シリカ役日高里奈です。お願いします。ダメだよ、日高さんは何やっても可愛いからそんなことしても。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします、はいはい、そんなねアインクラッド編ですが、まあ、今ちょっと9年前というお話も出てきましたが、はい、お二人は当時のことって覚えていらっしゃいますか？いやそれはもう、うん、僕はもう鮮明に覚えてますね。もうとにかく緊張して緊張して、でもう自分の中で、まあ、本当やるしかないんです、うん、もう言ってみたらもうあの周りの共演者の方々にあのこう座長としているんですけど、うん、何も言えないんですよ僕。もうとにかくやるしかない、一生懸命やるしかない、目の前のことしか向き合ってないっていう状況だったんで、いやもう本当そうですよね。当時だとあの僕ホートがぶったたいてましたからね。懐かしい。いやいやそうですよ、本当に SEO の現場でもやってましたね。やってました。これね、もうあれはもうやらないぐらいにはなりました。確かに最近お見かけしないなとは思ってました。ですね。ちなみにあの時って松岡さんおいくつぐらいでした？9年前っていうのは。9年前、うん、9年前僕いくつですか？24歳。あ、じゃあもう年下なんだ。そうか、私今も26なので。そうなんですね。あの頃の松岡さんはもういない。いやいや、もういない。ここにはいる。なんていうか大きくなってね。そうか。でもなんかそのもちろん今の松岡さんとは違いますけど、あの時から頼もしいのは本当に変わらなくて、本当ですか？本当です。もう何度も私はいろんなところで言っていますが、あの1話の最後の松岡さんのお芝居を見て、あ、もうこの作品は大丈夫だ、この作品はすごいものになるっていう本当確信になったというか、私本当その背中を見てもうついていこうって本当に思ったんですよ。いや、そう言っていただけてやっぱ改めて、でもやっぱ嬉しいものですね。本当あの感動は忘れられなくて、でもやっぱり1話ってちょっと特殊なも緊張感とかもありますけど、なんか SAO はなんかよりなんかドキドキしたなっていうのはありましたね。作品の持つパワーもそうなんでしょうけど、なんかキャストのね、みんなのプロフェッショナルの人たちの集まりの感じとか。そうですね。そう、懐かしいな。でまた回が進んでいくことによってどんどん共演者が減っていくというの。あ、そうですね。物理的人数も減ってったんですよね。そうなりますね。確か松岡君ぐらいさずっと出ていたのって、うん、そうですね、僕アリシまでは確か皆勤賞だったような気がします。そうですよね、唯一かもだね。はい、うん、そっか。しかしこう回を増すごとに本当にもう命を削っているようにね感じられて。削ってましたね。削ってました。やっぱり、ね、今は少し余裕が出てきました。それともいや、そんな余裕なんてやっぱないですよ。
まあ、現場で、まあ、肩の力を抜けるようになりましたけど、うんはい、マイクの前立ったら同じですから、ね、いつまで立ってもいいですね。そこそこそこいいですね。ですね、ちょっともう松岡さん特集になっちゃうぐらい、ちょっともういやそ松岡さんのすごいとこ、うん、いいとこってそこで、はいはい、もうたくさん経験も積んで、はい、もう松岡さんができるってもうみんな分かってるんですけど、うん、もう常に 120% で投げてくるから、うんはい、もうこの人はもうどこまで行くんだっていう。そうなんですよ、松岡さんってこう常に松岡さんを超えようとしてますよね。そう、そう、ね、素晴らしい表現ですよ。そう、素晴らしい。そうなんですよね、はい、いやでも最近はやっぱりちょっとセーブしないと喉が持たなくなってきたんで、そう、そこ松岡さんが壊れないようにね、もちろんもちろん、うん、でも本番でね、うん、いいものっていうのをちゃんと作っているからすごいです。いや、はい、やるからにはやっぱなあなあにはやっぱしたくないじゃないですか、うん、その世界の人たちにもちょっと失礼ですし。そう、そうなんですよ、私が神です。咲き出した4月の鼓動には別れつぎ、いつしか時はまた